冬恋はですね、高い糖度が特徴で非常に甘いという部分と、一般的には糖度が高いと蜜入りが低かったり、逆に蜜入りが高いと糖度が下がってしまうんですけど、蜜入りがたくさんあって糖度も高いっていうのを実現しているのが冬恋でして、高貴な香りと甘さが特徴の、ここが海底隆起なんです。土壌がで粘土層でちょっと掘ると化石が出てくるような、その死骸がちょっとずつ養分として溶け出してきて、で果物を作る上では大事な微量要素ってあるんですけど、その部分を外からやらなくても辻が持ってるものなので、それを使って美味しい果物ができるっていうのを思ってます。そのエリアごとでやっぱ特徴があって、北の方は甘、とにかく甘いりんごができますし、駅前の方は大きくて立派で色が綺麗なできますし、好みの部分を提供できるのは苦手時期なのかなっていうのを思ってます。